皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。ミンです。ルイージマンション2、今回は B の4、鍵を探すんじゃやっていきましょう。スクスク、ウィン。ダークムーンのかけらを回収するには大事の扉の鍵を探さねばならん。しかし今は何の手がかりもないんじゃ、困ったの。おお、そうじゃ、すっかり忘れておったぞい。キノピオくんが持ち帰った写真データの解析が完了したぞ。早速写真を見てみるとしよう。写真なんか写ってたんかな。うわ、いっぱい写ってたわテレサもいるし、なんたることじゃ。あれは大事の扉を開く鍵じゃ。やはりテレサの仕業じゃったか。八つ目あんなところに持っていきおって。いい写真が撮れてますよ。そうじゃルイージ君、君にこの写真の見方を教えておかんとの。ジャイロセンサーを動かすと写真の隅々まで見ることができる。オッケー。それからのズーム、写真を見るのをやめるときは B ね。オッケーよー。そしたら隅々まで見るって書いてあるけど、なんかあんのかな。隅々まで見たところでじゃない。あ、誰かいるね、あそこに。テレサが持ってるものは何じゃ。キャツラはあそこで何をしとるのじゃ。どうやらこの場所は西館の展望プールのようじゃ。キャツラをこのまま放っておくわけにはいかんぞい。オッケー。あとはなんか泊まるところ。ほうほう、この中には新種のお化けらしきやつもおるな。ワクワクするのくらいかな。2匹3匹っているけど、どうせろくでもないことを企んでいるに違いないわい。他は？え、ここ気になんないの？これこれには何も触れないんだけど。まあいいか、じゃあ一旦このまま行ってみますか。君も見たな、ルイージ君。テリサが鍵を持っておったぞ。あれこそが大樹の洞窟にある封印された扉を開くための鍵じゃ。ダークムーンの反応は相変わらず大樹の中にあるままじゃ。どうした？キャツラは何としても君を大樹の奥に行かせたくないのじゃろう。それでキャツラは鍵を奪ってあんなところに運んだのじゃ。君もそう思うじゃろう、ルイージ君。そうかなしかし、そんな努力は無駄無駄無駄じゃ。オッケー、小山博士が何とかしてくれてるんだね。ありがとう。監視カメラの写真には西館の展望プールが写っておったの。言ってくれるな、ルイージ君。必ず鍵を取り戻すのじゃ。まあ、強制的に行かせるくせに。行ってきます。ここが一番近いところなのかな。かわいいスタートだわ。え、なんかムービー長くね。何ここ。あ、でもさ、ここって前来なかったっけ。あれ来てないのか、わかんないけど。あ、なんかこれってあれだよね、ボール当てたところではない。あ、そうだよね、やってるよね。ちょ、この辺綺麗にしてこう。うわ、やったね。なんかバケツでお水あげた気がするんだけど、まあいっか。とりあえずここじゃなくって、ここの先に進んでけってことだもんね。行ってみましょう。うわ、これは2匹もいる。え、嘘じゃん。ちょっと待って待って、ちょ待って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 、こいつら何しても食われるとかある。ちょっと行こう、まっすぐ。うわ、しょ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 、危ない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 。なんだこれ、なんかあるぞ。これをくるくる回す感じだったりとかしない。え、普通にいいのかな。てかこの子たちどうしよう。ピッてやると、あー、なるほど、ピッてやるとオッケー。これでピーピッてやったからオッケー。危ないよ危ない。この子をさ、はい、まずはやめてやめてやめて、怖い。こっち行けとかある。ちょっと行ってみていい？あー、懐かしの。てか何この子、すごいなんか見てくるんだけど。うわー、こっちに行って、何の音、何の音かわかんないけど、上に行けばいい。え、どこに行けばいいんですか。
あ、ここか。苗床？これはお水かければいいとかじゃないのかな。え、怖すぎじゃない？あなた。ちょっと。さすがに。吸える。吸えるわ、この子。わお。この状態で吸って破壊ということができますね。はい。そしたらお水が多分この辺で出てくる？そしたらここで。あ、いいね。お水が出てきたね。で、うわ、めっちゃ雷鳴ってるけど、ルイージ大丈夫か？この子にかける。はい。かけましたけど。めっちゃ成長してるじゃん。かなり上まで伸びてるな。え、これ、普通に X 押して上がれる？いけます？うわ。何？プレイルーム。ちょっと不気味じゃない？何？これ。なんか怖いんですけど。私は今目で追ってた？追ってない？え？うわ！びっくりした。これもびっくり箱？これもびっくり箱だ。オッケーオッケー。全部びっくり箱みたいな感じ？これも？え？全部回せばいいのかな？全部びっくり箱だ。これは動かせるとかない？この子なんかできるとかないですか？ここは？あ、一個だけなんかランプがついてるよ。あ、なんか自分の見られるんだな。上にもあって。なるほど。このガタガタか。ちょっとこのガタガタを気にしてみた方がいいってこと？よし。やってみよう。来る？なんか来る？来たー！来ましたね。はい。で、この子を回収。はい。オッケー。うわ。2匹2匹大量大量。ちょ待って、なんかいっぱい、よいしょ、大量なんですけど全然出てくるじゃん。はい、なんでこんなに、びっくりなんだけど。よかった、無限湧きじゃなかった。びっくりしちゃった。君はなんでこっちを向くんだい。あ、これなんか映ったりすんのかな。お、しないか。え、でこれは普通に探したりとかする感じ？あ、待って、ここなんかあるぞ。ここに、よし、回収してこ。で、ここでまたなんかコインとかもらえるんじゃないの？え？これを引っ張ればいい？ねえ、なんも出てこなかった。え、それだけなんかさ、これなんかあんじゃないの？あ、ちょっと待って、すごい。これこっちにはもう向かないけど、こっちには向いてくれん。あ、びっくりした、びっくりした。怖すぎ怖すぎ。めっちゃ目で追ってくんじゃん。どんなスピードにもついてこられるかな。あ、待って、首が長くなってる気がしない。うわ、びっくりした。おいおい、ああ、出てきた。え、それは悪趣味すぎるって。それはね、悪趣味すぎんのよ。この部屋にはもう大して隠れてたりとかはしない。はい、じゃあ次のところ行ってみるか。よし、行ってみましょう。やっぱり動くものはね、それなりにやってみないと。パーティールーム、なんかあったりとかはしないかな。あ、ハートだ、ありがたい。ちょっと減ってたからハートが100になりましたね。これはの、普通に雷が鳴る。カーカー、カラスの音がしてる。カラスも吸っちゃおう。うわ、うわ、何？なんかダメージ受けたんですけど。あ、で、ここはなんかある？なんもないか。他になんか消えてそうなものがあるね。よし、もらってこう。回収しておけば、こっからもしかしたら金のやつが来なかった。金銀財宝だった。この辺とかはなんもないか。よし、じゃあちょっとこっち側、パーティールーム。あ、この辺さ、あ、やっぱり貝が2つはおかしいなって思ったんだよ。いいね、いいね。冴えてる、冴えてる。で、ここを出したけど、なんか見れるわけではあるね。ちゃんと戻す。あ、テレーサー。あんたがルイージ？俺、テレ吉。コイン置いていけば見逃してやるぜ。あ、出た、テレ吉。なんかいたよね。3にもいた気がする。テレ吉。あ、いる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 。よし。で、この子のベロを回収すると。よしよしよし。で、
てコインコインいっぱい置いてくのはお前だ。ありがとうよ。素晴らしいね、バウンディングがすごかった今で、回収回収の仕方がすごいね。これとか調べられる。え、何何今の、このカエルなんなん。あのカエルで無害ではなさそうだけど、おー怖いね。こちら辺とか調べる。ここはなんかさっき音符出てたよね。え、これがとても謎だけど進むか。よし、一旦進みましょう。おっと、サンルーム、ここにもなんかある。宝箱だ、やった、嬉しい。ここで宝がいっぱいゲットできれば、もしかしたら、あ、宝石だったんか。なるほど、一旦回収。やったね、徐々に集まってきてる感じだ。これは何もない。そしたらこれ引っ張ればいいんかな。はい、の階段が出ると。で階段登っていってこの辺とか、じゃ中見れそう、覗けるね。うわー、かわいいめっちゃかわいいなんだなんだ、おー枕叩き、おーすごいじゃん、人のせいにしてるじゃん寝たふりしてかわいい。あ、で、これでまたやるとか。またやんだ。これのエンドレス。うわ、収まらねえ。入っていっていいのかな？その前に。ここに何か、うわ。それはね、引っ掛けにも程があんのよ。気をつけないと足元。こっち側行けってことね。オッケー。あ、ハートだ。これもしかしてこっちの奥行ってからの方が良かったんかな？あれ？ベッドルームですけれども、え、なんかあるとか、いや鍵閉まってるっぽいぞ。ほらこの鍵を閉まってるから探してこなきゃいけないってこと。え、この辺なんか、あ、これが動く、これが動いてベッドが出てきた。すごい、どこまで回す。あー、オッケーオッケー。いや、枕叩きしてるから3体で枕投げじゃない、枕叩きなんだよ。なるほど、じゃあ1匹ずつとりあえずこれをパシャ調べた方がいいってことよね。あ、調べるのってどうやるの。え、もしかしてこっちに入った、ありえる。ん、違うかな。え、どこ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 。え、なんでいないの。あ、これを引っ張って取んなきゃいけない。はい、ちょっと待って待って待って、つい、オッケー。で、この子もらって1体ずつ回収することができそうですね、これは。あ、いた、あ、いたけど、これ、うーわー、シャッフリング、こいつこいつだ。はい、あ、待って待って待って、いや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 、あ、オッケー。え、これまたシャッフリングされる感じっぽいね。あはははかわいい、右中左、この子はここです。はい、見つけましたよ。オッケー、で、コインもらい、あ、鍵だ、やった、ゲット。そしたらさ、ここら辺になんかあるんじゃない。ないか。なんか他にも回収できそうなのとかありそうな感じがするけどね。よし、この先にも進めそうだよね。鍵ゲットしたし、何もないか。じゃあ行きましょう、レッツゴー。鍵さして、鍵は消えちゃうけどね。でもこの鍵をね、開けていくのが大事だから。西館廊下、うわ、めっちゃいるじゃん、クモ。やだ、もう一匹だよ。どこ行った、出てくるとかないよね。出てこないね。この上何かする。あ、いた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 、オッケー、回収。あ、もう一回、あれ、前さ、ここ来たことあるっけ。ある気がするな。すげえ無限湧きじゃない、ここ。出てこなくなった。で、こっちって行ったことはないか。あ、死んだところかな、もしかして。ここ死んだっていうかさ、やり直しした場所だ。そうだね、
で、こっちから行けるから、なるほどね、そりゃ下に降りられないわけだ。そしたらこっち側じゃないところ行った方がいいか。戻るっていうことだよね、実際考えたら。うわ、めっちゃクラスいいんじゃん。はい、こっちへ戻っていくのがいいのかな。ちょっと道なりに戻ってきてはいるんだけど、これが、あ、待って、これやってないじゃん。これできるやつだよね。ぽよーんってシューって、あ、待って、これ上行けそうだしはしごあんじゃん右に。あ、ちょっと待って、これ割れちゃうやつ。これもしかしてだけど左行った方がいい。右なんかあるぞ。うわ、これなんだ、ここなんかありっぽい。これ、あー、扉があったんだ。近くない？なんか君たち近くないですか？よし、回収回収回収。これ黄色とピンクの違いは何なんだろう。ちょっと気に、おーおーおー、これあれだ、なんか回収しろみたいな感じでしょ多分。なるほど、よーい、スタートしてる、スタートしてる。こっちから行って、で、上行かないと。間に合う？間に合うか？間に合うか？いけるか？ 4、3、2、 あー、ギリギリ。あ、下にあんじゃん。うそうわ、やられた、下にあったわ。くそ、もう一回やらせてくれ。ダメか。うわー、で、この黄色い実は何？あ、コインだ。そんな感じ、黄色はコイン。え、待って、これもまたなんか時間制限あるっぽいよね。オッケーオッケーオッケー。これでこっち来て、あ、待って待って待って、えー、下に降りるじゃんこれじゃあ。で、上に上がっていけばいい。あと1個取れた、全部。お、あ、全部取れるとこれ出んの、すっげえ。あ、ピンクになってる。じゃあこれを回収して、あー、嬉しい。好み大事だな本当にそれと全部回収していくっていうのがすごい大事だな。で、これももういらなくって、ここなんか、嘘でしょそんな意地悪。じゃあちょっと進みますか。いい発見ができたわ。何これ、天空回路、確実にこれだよね。よし、これでゲット、へへ、オッケー。で、ここ以外は他にない。戻れってことよね。よし、戻りますか。どうやって、ここに普通に降りればいいってことっていうことか。オッケー、じゃあこっち行って、で、猛ダッシュ、ルイージ猛ダッシュだ。うわ、怖い。これ穴開いてるってことないよね、怖すぎるんですけど。で、こっち来て、で、真ん中の部屋、ここ西館廊下到着からの鍵開けると、なんかいつもとは雰囲気違う感じがしない？バスルーム、うーわ、ここにいるな。そうだよね、待って、逃がさない、逃がしたくない。ちょっと待って、危ない。この子、そしてこの子のこれをゲット。危ない、近っ。君たち結構近いところまで来るんだね。よし、回収。まだいる。どこらへん？あれ、どっか、うわ、うわ、何それ、何それ。ちょっと待って待って待って、どうやって逃げられんの？プルルルル、ちょっと待って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 、逃げたいんですけど。はい、で、この子吸っちゃって、だいぶ、あー、持ってかれたと思ったら回収できた、よかった。あ、骨だ。なんか強いボスがいる的な感じだったりしない？これでさ、トイレットペーパーもらえんの？ほい、うわ、あ、しかもこれキノコか、キノコの形だ。トイレットペーパーがあると吸いたくなるもんですからね。怖い怖い怖い。こっちとかは確認してみて、なんもないか。ここも、あ、やばい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 、コンバットがいる、コンバット、オッケー。コンバットってなんだっけ、あれか、あれだ、なんだっけ、ゴキブリのやつか。とりあえず乗ってみる。すげえ、バカンス気分じゃね。
まあそうなるでしょうね。上に行く展望プール、あ、ここか。いっぱいいたやつ。じゃあこの辺から解除の扉の鍵を探す。この辺を見ていかなきゃいけない。うーわー、このカエルさんは何もない。動きそうな気がしない。ちょっと確認してみる。何も入ってないか。あ、でこれを多分吸うんだよ。ピースだところで何にもないか。飛び込みする感じかな。うーわ、このカエル HP を5も持ってっちゃう。よし、じゃあこれ行ってみるか。あ、落ちたけど大して何もない。あ、わかった、ここにないんだ。この子だけ。え、何、なんかできないんだけど。この子が、わー、来た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 。この子だけかな、一体だけ。でもこの子口開いてたね。開いてないように見えたけど開いたわ。これが鍵と。うわ、なんか出てくんじゃないの。植木鉢に隠れる的な。ああ遊んでる遊んでる、見えてないけど、うん、ってことは、あ、後ろにいるじゃん。すげーいたずらっこ。で、ここにいるこの子をもらいたい。よいしょ、はいよ。待って、動きが活発になってきてる。あれ、でもこの子ゲットしたけど、いた、いた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 、いた、オッケー。あ、待って、後ろにもいる。うーわ、え、なに。オッケー、この子ともう一匹いるはず。近い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 よ、君たち。2匹まとめてできるんであればそれがいい。あ、いや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 、よし、君もだ、君も。あの金塊が消える前に。うーわ、ちょっとまず金塊。てかさ、これこっちでやんなくても良さそうじゃない？よし、回収、もう一体。あ、いた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 。うわー、陸にも来るのね。なるほど。オッケー。脅かすだけで HP なくなるわけではないね。よし、では回収しました。落ちそうになってたけど、ルイージ。あ、お化けんだ。久々だな、お化けん。まあ、2では初めてだけど。めっちゃ噛んでんじゃん。あははははは、歯固めみたいになってるわ。あら、かわいい。え、それって来いよって言ってんの、もしかしてお化け。すげえやってくれるじゃん。お、電話ですね。あ、どこ映してる、どこ映してるの。全然見えない見えない。ルイージ君、聞こえるか。何かあったようじゃが、どうしたのじゃ。え、お化けの犬じゃと。そやつに鍵を奪われたのか。なんたることじゃ。お化けの犬、お化けとはの。ふむ、じゃがそこでぼーっとしてても仕方がない。一度ベースラボに戻るのじゃ。オッケー、では戻っていきましょう。どうした？え？なんだ今の反応。やった、ミッションコンプリート。ダメージ61受けてるわ。うわ、三つ星は難しいね。残念じゃったな、ルイージ君。まさかお化けの犬に鍵を奪われるとは。なんとしてでもそのお化けの犬、お化けんから鍵を取り戻さねばならんぞい。わしはすぐにベースラボのレーダーでキャッツを追ったのじゃが、あっという間に消えてしまいよった。逃げ足と早いお化けんじゃ。とにかくじゃ、今悔やんでも仕方がない。気分を切り替えてお化け犬の中身を出してもらうとしようかの。またたくさんのお化けを捕まえてきてくれたんじゃろう。フィフィ、よし、では搾取タイム行きましょうかね。まあ、今回ね、結構宝石も見つけた気がするから。言うて3個だったか。で、これ新しい子でしょ。で、テレサもゲット。あー、561ゴールドぐらいしかもらえなかったんか。あとちょっとだね。まあ次回あたりあれ満タンにできたらいいなって感じはするけど。またまた新種のお化けじゃな。おかげでわしの研究もはかどるの。サンキューじゃ、ルイージ君。はて、何の話をしておったのかな。
おおそうじゃお化けんじゃなお化け。もう一度レーダーでやつの居場所を探してみよう。その前にトイレにでも行ってすっきりしてはどうじゃルイージくん。ということでトイレタイムですよ皆さん。今回はここまで。テレサも無事にゲットできたので次回鍵を取り戻せやっていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。